武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは東北大学の国語の古文の問題の勉強法について話していきたいと思います。こちらですが、題目一つですねが出ていて、まあ口語訳する問題と、まあ解釈する問題がありますが、文章の長さがですね国立の中では割と長めになっています。で、まあ和歌や短歌の、や俳句の解釈が出てきますので、こちらに関してはですねまず知識が大前提として必要になります。まあ掛け言葉や序言葉など言語などもですねこれらの知識をしっかり入れておいて、まあそれを踏まえた上で解釈をするということが必要なので、参考書としては読んでみて覚える古文単語の中にある和歌や古文常識の知識をしっかり押さえて、回答できるようにしておきましょう。まあそれだけでちょっと足りないなって人は、国語のまあ資料集など、まあ、便覧ですねなどを使って知識を補強しておくといいかなというふうに思います。で、記述の回答そのもの、まあ、訳する問題などに関してですねこちら内容さえしっかり読めていればあとは論述練習しとけば十分書けるような内容であるとは思いますが、ただ、東北大全体の特徴として、割と字数が少ない制限で書かなきゃいけないものが多いので、その書けそうな回答を字数内に収める練習自体の、ハードルがちょっと高いかなと思います。なので、参考書としては、まあ、センターレベルが終わったら、まあ、論述対策の入試性問題集や得点ダッシュなどを、やり、つつですね、ここで書いた回答をもとに過去問に挑んで、おそらく字数オーバーすると思うんでそれを字数内に収める練習を徹底的にしていくと。これは、まあ、現代文とも基本共通しているやり方なんですけれども、いかに字数をちゃんと制限内に収めるかという対策が、重要になってくるとは思います。で、まあプラスですね、やはりさっき言ったように知識がないと書けない和歌や俳句の問題などに関しても、まあまあ、正確に、まあ、周りの内容を読めば割とある程度読める内容は取れるようになってるんですが、知識がないと、まあ、減点されるようなところがいくつかやっぱり解釈だとありますので、そこは減点されない回答を書けるように練習していきましょう。まあなんとなくの回答は結構すぐ書けるようになると思うので、そこからちゃんと点がもらえる回答にする練習に時間がかかりますので、早い段階から記述対策をやって、過去問で、まあそれをやった後過去問でどれぐらい自分が書けるのかをまあ確かめつつ、回答を修正するように仕上げていってください。以上が、東北大学の古文の勉強法となります。